はようございます、こんばんです。前に紹介したやってしまった動画で、スマホのケース、これを黒を買うみたいなブラウンにポチってしまったケースね。こうして、今日もそうですけども、黒ベースのスタイルですね。そこで取り出すのがこの茶というのはどうでしょうか。ちょっと今何日間、愛用していて、ふと気づいた点をですね、ちょっと、お伝えしてみます。どうでしょうか。ではこちらの茶のケースですね。ちょっと使ってるシーンはですね、こういう感じですね。全体は、ほとんど私は黒か、黒に近い、これもかなり黒に近いグレーですけども、ペンも黒がほとんどが多いです。ペンケースも黒です。で手帳も黒です。黒が私は落ち着くんですけども、間違ってしまう。ブラウンを買ってしまったんですね。数日使って、この黒にベースに対してこういう持っているものが茶というのがどうかというのを、実際ですね、こう周りから見て、ちょっと自分でも確認するために、動画を撮ります。このようなシーンどうでしょうかね。どう映るかですね。これは、もちろん、黒だったら非常にスッと収まるのか、あるいは、逆に全体が黒なので、茶っていうのもありなのかどうかっていうのをちょっと、私も含めて画面を通してみたいなと思っています。どうでしょうね。黒の中に茶なので目立つかなと思いますよね。存在感が出てくるかと思います。逆に私が例えばペンとかに求めるラミーとかですけども、存在を消す、色があるかと思うんですけども、ペン消すもですね、存在を消すという。これが逆に、存在が現れていることに対して、周りから見てどういう印象かなとちょっと気になっているところですね。本当に、このケースですね、数週間使ってみて、しっくり来なければもう一度黒に、ポチりたいと思っていると思います、どうでしょうね。こういうところにパッと見てると、もちろんストラップ、もう茶なのでたまにちらっと見える時もあります。これが茶がいいのか、黒がいいのかとかも含めてですね。そしてこう、お客さんと話していて、私の作品がすぐにパッと出した瞬間どう感じるのかですね。そして、こうしてお客さんと話していると。またテーブルの上にさっと置いて離した瞬間、この茶がですね、どう映るかっていうところが非常に、気になっていまして、そして、これを開けた瞬間、ここのロゴがとかですね、非常に美しいなと思ってですね、でポンと、私はホームが画面が綺麗な青の画像を入れていますので、その組み合わせとかですね、どう映るかなんですね。実際にですね、私も、自分ではこう愛用しながら、使っていますが、
どう目に映るかっていうのをちょっと本当に真剣に考えながら、今は使っている最中です。そしてまあこう思ってですね、いうシーンもですね、まあ、どう映るかですね、質感も含めて非常にまあ気に入っていて、こういう持ったスタイルですね、なかなかいいかなと思っています。時にですね、カフェでこういった体勢で、まあ、見ることがあります。でその時に、まあ、全体が黒に対して、まあ、茶のケースというのも、まあ、どう映るかというのも非常に気になっています。でよくまあこういうシーンがありますよね。コーヒーをまあいただきながら映ったり、時には折り曲げて、まあ、見てみたり、どうでしょうかね。このですねケース自体は非常に、気に入っていまして、こう持った感触、手に伝わる感触ですね、非常にまあクオリティも含めて、心地よく感じています。何か、まあ、この手帳型での久しぶりなのですごい新鮮な感覚なんですね。で持っていても非常に充実感がありますし、電車の中でも何かまあポケットに入れないでこう持ってですね、歩いたり買い物を持って、買い物したりっていうシーンもですね非常に私は気に入っています。こうして、こういうスタイルをですね、なかなかこの手に伝わる感覚がですね、非常に心地よくて楽しんでいます。まあ一つはこの茶ですね、存在感があっていいんですが、黒にすると、まあ、存在感がなくなります。それが、黒の方がいいのか、あるいは茶の方がいいのかっていうのをすごく真剣に、まあ、買ってたんですけど、普通は今までは買う前にイメージしてから購入するんですけど、今回ちょっと間違ってポチってしまいましたので、買ってから、ずっと悩みながら、使ってるって感じですかね。どうでしょう。はい、今回はですね、まあ、私なりの、このケースの色でいいかどうかをちょっと一緒に、動画を通して、見たいなという動画です。まあ、もちろんこのケースというのはですね、非常に心地よくて使ってても何か、自分がシャキッとする、何か一つのモードに入る、というので非常に気に入っています。皆さんどういったケースで、そのケースからどう感じて、自分が変わっていってるかっていうのは、まあ思っているかどうかちょっとあるんですけども、このケース一つでですね、結構気持ちも変わりますし、楽しみも変わります。どうでしょうね。まあ、もうしばらく使ってみて、まあ、本当にですね、いや茶じゃない。いや、これで正解。またそれもですね、報告してみたいと思います。だけども、この心地よさは、最高の気分ですね。もしこの動画が楽しかったら、いいねボタン、チャンネル登録もします。ではまた次の動画でお会いしましょう。